ドリフ復活番組出演のニューヨークにツッコミの声番組次々終了 TBS と吉本芸人の蜜月に異変9月16日ザ・ドリフターズが出演し1969年から1985年にかけて放送されたバラエティ番組の復活特番今夜復活8時だよ全員集合不適切だけど笑っちゃ ドリフ伝説コントベスト 20TBSK が放送されて話題を呼んだが、同番組に出演した吉本の人気を笑いコンビニューヨークにツッコミも入ってしまった。8時だよ。全員集合は全盛期、世帯視聴率50%を超えるほど国民的なコント番組だった。ドリフ伝説コントベスト20は、 そんな伝説的番組のコントを20位からランキング形式で紹介し、ゲストと共に視聴する構成となった。ニューヨークのほかカンニング竹山53ウエストの桐山明と35ユーチャミ、23沢村一揆、57キングプリンスの長瀬連25らがゲスト出演。令和の今では考えられないような大掛かりなセットや、 昭和のスターも出演したコントに感心するとともに大爆笑していた。リアルタイムで見ていた人も、リアルタイムを知らない若者世代も大笑いでした。ドリフのコントは時代を超越して面白いということが改めて実証された特番とも言えそうです。ただ、コントの合間にゲストのワイプが入ったり、当時のコントにテロップを入れる演出には批判的な声も寄せられてしまいました。 また、この秋での終了が発表された、ジョンソン TBSK に出演しているニューヨークの島坂和也さん38と屋敷博雅さん38が出演していることにツッコミが入ってしまいましたね。ドリフ伝説コントベスト20は、ジョンソンの放送枠で放送されましたからね。テレビ誌編集者。復活特番に対しては、 ゲストや観客のコメント、ワイプに差し込み、特にコント中の笑い声やつぶやき声は不要でしたね。タレントのワイプや反応邪魔な解説字幕ドリフの頃にはこんなものはなかった。などの意見が多く寄せられた。ニューヨークに対しては、ニューヨークはジョンソン終わったのにドリフ見て笑っとる場合かと。ニューヨークの2人はどういう気持ちでドリフのコント見てんのか。 ドリフは今でも生きてるけど、ジョンソンは死んだんだ。といった声が上がってしまった。